この島中たちの希望見せてやろう。言ったか、諸葛亮。父上、なぜそのような声を。我が血をかけて戦うに値する男、それがいなくなるのだ。これよりの戦はただ退屈となろう。よっと。いいじゃないですか、退屈だろうと楽なのはいいことだ。追撃を始める。ショ、気を抜くなよ。はいはい。テーマだ。わかってますって。旦那様、好敵手を失い悲しゅうございますね。旦那様こそ油断なさらぬようご一緒してもよろしいですね。諸葛亮、せめて完膚なきまでに職を叩くことこそ貴様への手向けよ。行くぞ。諸葛亮なき今、恐れるものはない。烏合の衆と化した諸君を討ち滅ぼせ。まずは戦線を押し返す。衆人前まで押し寄せた敵を倒すぞ。うせよ諸葛亮。時間稼ぎに来る。ほう、時間稼ぎ。この抵抗は虚数ということか。二手に分かれ進軍する。私と春夏は正面だ。死と将は西より攻めよ。これ以上の進軍は被害を増すだけだ。急げ、撤退を始めるぞ。あの構成は撤退の仕置きしてやろう。だが
彼らを誘い込む罠にも見える。これより職軍を追撃する。敵の罠に十分注意して進軍せよ。なんとも勇ましき戦ぶり。強気に撤退させることが私の役目。ここは絶対に通さない。抗うな。この程度の罠で終わりか。諸葛亮なしでは随分と手ぬるいものだ。
私は負けるわけにはいかない。戦士たちの意志を果たすまでは。この月へ今より戦に身を投じます。
いろいろと厳しい。私の体も限界に来て。うわこの芝中殺こそ真の三国武装よ。私は勝者に誓った真の世を崩すと、その誓いを果たせぬまま倒れはしない。ご苦労なことだ。死んだ人間の志を愚直に果たす気か。上昇のお志、必ずや果たしてみせます。バカめ、志を唱え、その実情でひた進むだけの輩が。まあいい、諸葛亮よ、貴様なき今、私は思うままに進むのみよ。師、将、乱世の罪とは何だ。世を乱す、まさに言葉の通り。天下の平穏を破り、戦火をもたらすことと存じます。こんな面倒ばかりで、めんどくせえことですかね。愚か者が跋扈する。乱世の罪のすべてはそこに行き着く。才ある者が時代を動かす、それは良いのだ。だが才なき者が我も我もと立つ、それは天下に対する冒涜とさえ言える。わかるな、師、将。芸人我らは己の才を磨き、天下をあるべき姿へと導かねばならんのだ。